おお、まだまだ続くドン。なんでここ行けそう、ダクソだったら絶対ここ渡れんのにな。ひょっと穴抜けの紐。おっと落ちそうになるけど落ちられない。ふぅ、ロマンチックな場所で戦いを望むのね、あなた。はいはい、下っ端さん、下っ端さん、メスゴルバット。結局クロバットは出なかったな。いけ悪い笑顔。ヒッヒッヒッヒ。私は特殊技を大量に持っているのだ。ただ効果を抜群にしたければ眠らせないと夢食えない。じゃあシャドーボールでいいや。頭空っぽの方が夢詰め込め。ああ耐えやがった、吸血。うん、ゴーも食らっちゃった。うん、よし、シャドーボール。相手のゴルバットは倒れた。所詮スカルダンは誰にも受け入れられないの。せっかくのバルコニーも街が囲まれてつまらないにゃ。囲いに囲まれかっこいい。あー、つまらないつまらない。今週のノルマです。さあ来たね、ペリーかな、虫だもんね。よし、ペリーお前で様子見だ。てか東を30でもまだならねえのか。ネジは回復しとこうかな。ヒットポイント50ちょい減ってる。サイコソーダ。サイコソーダ。50回復だったよね。ニョロニョロン。よし、オッケー。行きましょう。部屋に入るっていうのが怖いもの知らず。めっ、ここまで来てよかったのか、よ、来なけりゃよかったのか。答えはお前の中にある。あ、よかった、机の上に立ってんのかと思った。一応階段かな。おい、クズマさんよ、そこのベッド3人用じゃねえか。ぶっ壊しても、ぶっ壊しても手を緩めなくて嫌われる。クズマ様がここにいるぜ。よくわからねえが新しいよな。わざわざぶっ飛ばされるために俺の前に来るんだからよ。ヤングス、どこだ。え、まだ頼まれごとかよ。ヤックン、キュー。そんなことのためにわざわざ乗り込んできたのかよ。俺のベッドは3人用だぜ。大事なのはてめえのポケモンだけでいいじゃねえかよ。おめえもぶっ壊れてるよな。機械が壊れたらどうする。水漏れを直します。とにかくとりあえずぶったたくような。少なくとも俺様はそうする。まあ大抵はよ、跡形もなく壊れちまうけどな。お前直してやる。あ、ありがとうございます。ああ、スカルダンのボスグズマが勝負を仕掛ける。グズマです。さあ、なんだ、グソクムシャだろうな、一匹は。はい、グソクムシャ来たー。ユケペリー。雨が降ってきた。もうこの部屋住みたくねえ。雨漏りひでえ。来た、エアカット。やっぱ虫か。しかもペリーの方が早いぜ。カット。効果は群抜。何、危機回避。こいつ何にもできねえな。アリアドス進化してるよ。してないわ、前からしてた気がする。っていうか虫だけど、そんな特別強い虫。あ、不意打ちはやめて。はい、先やれ。エアカット。効果は群抜である。うん、電光石火、これ倒せない気がする。ダメージ足りねえんじゃねえ。シャーン。ほら、この巨体でこのスピード、これと電光石火。シャキーン、シャーン。よし、でずずん。グソクムシャ、ペリー活躍しろ。
えい、でも電光石火弱え、内力。ゼットパワースーパークワトルネード。ぬーゆら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 。ゼットパワーを身にまとった。今解き放つ。全力のゼット技。スーパーアクアトルネード。くらえ。ぐるぐるするよ。竜巻残感と効果は今一つのようだ。だが倒れず。やったぜ。グズマさんに勝った。なるほど、グーライト。4320円。おやぶ、グズマ、何をやってるんだ。おい、奪ったバケモン、こいつに返せ。キュイーン。噛む気か、お前。お前、噛むんだ。あ、自力で帰っていった。ひぃ、俺も出てくよ。なんか、キラキラ光ってるけど、お宝？お前はぶっ壊す、あいつらの、あいつらとは、一体。普通に出ていった。これパクれんじゃね？グズマに勝利、屋敷の外に出てみよろと。虫ゼッツ。虫ゼットか。あー、座れる。あ、失礼する、ぼ。ボスじゃないっすか、マジっすか、なんなんすか、どうっすか。帰っていく。よし、俺がスカルガンの新しいボスになってやろう。今日から一日一善だ。肘掛けには拳で殴った跡がいくつも残ってる。グズマさん、ほんとグズだな。降りられないよ。さあ出てみよう。オゼウさん、ベッドは3人まで寝れるんだぜ。もう終わったよ。セリフ変わってねえのか。ん？あ、あったあった。さあ誰だ？警察？ん？違う。あ、さっきのおじさんじゃん。こいつなんだろう。こいつなんだろう。こいつなんだ。どっち？こいつなんだろう？って語りかけてきたのか。こいつなんだろうって疑問だったのか。よほど怖かったんだな、おじさんなんかに尻尾振ってよ。参ったな、島巡りかよ。スカルダンを乗しちゃうやつを相手になんかしないって。ほら、ポケモン元気にしてやっからよ。それにしてもよ、スカルダンの連中なんか少なくねえか。まあボスが負けりゃ逃げ出すやつもいるよな。口なしおじさん、おじさんだったの。にぎやかなのが来ちゃったな。キュー、怖かったっしょ。ありがとう、ほんとすごいんだ、尊敬する。おじさん、腕利きのおまわりさんだよね。ちゃんとスカルダン見ておいてよ。何のためにここにいるんだよ。安いんだよ、家賃が。あと俺の交番ニャースに乗っ取られちゃったから。スカルダンの近くにいるなんて推挙者だからよ。スカルダンに傷つけられたポケモンならエーテル財団に預ければいいのに。自分で探してるからでしょ。ヤングスエーテルハウスに帰ろう。おじさんまた来るね。また来る。静かに暮らしたいんだから。口なしおじさんは静かに暮らしたい。振り返るの早。あとでエーテルハウスに来てね。アローラー。ポールの中のポケモン、街の中のスカルダン、どっちが幸せなんだかね。アセロラについていこうろと。エーテルハウスに戻ろう。つまりここはあれだね、スカルダンを閉じ込める
ため、あ、バリケードなくなってる。お、回復してくれたやつにお礼に行こうか。あ、いるいる。はい、10円くれたら。いや、今回復してもらったんでいいです。なるほど、スカルダンどもはね、乗っ取ったつもりで実はここに隔離されてたんだな、やつら。あ、いる。おお。いや、バリケードないのにそこにいるって。まあいいけど。じゃあなー。さらば青春の街。もうここで、ここから先行く道なし。ちょっと地図見てみようか。これ端っこだな。うん。もうこれ以上行く場所はないね。ちょっとさっきのあのニャースの交番だけ覗いて帰ろう。あらねる。ニャース交番。やっぱ乗っ取られてるな。てかニャースの巣ばっかりじゃねえか。このクッションいいな。下モンスターボールのやつ。ペット用の、猫のペット用の、うん、巣っていうか、猫クッション。にしてもニャースばかりだ。じゃああれかな、リザードンで帰る方が早いかな。ここカプの村、よろしく。レッツゴー。ふう、右だっけ。はい、ダーシュ到着。ただいま。ヤングスも帰ってきたよ。奥のやつ一度たりでもこっち見ねえんだけど。ちゃうちゃう。どういう感じなのこれ。ごめん、俺ちっとも楽しくない。どういうことなの。リリエちゃんいなくなっちゃった。なだと数時間前。改装入ります。あ、なんて人たちなの。今日は消えないんだね。聞いてた話とは違うじゃねえか。あの時はこの子も絶対絶命ですから、能力を使って。私何の話してんの。だから奥の猿よ、本当お前何にもする気ねえな。私には何もできませんが、能力だけは使わせない、そう決めたのです。だから私頑張るのです。いつも便利だろ、お花畑のお嬢様んだよ。これ以上あんたから奪えるものなんてないし、それにあんたはポケモン泥棒と言っていいのかわからないところもあるからね。あなたたちについていきます。ポケモン泥棒はお前らだろう。ですから他の皆さんには手を出さないでください。いや、お前助けてやれよ。うん、アセロラのせいだな。俺一人で余裕だったのに、お前来なくてよかったよっていう。俺トレーナーなのにリリエに、いや戦えよ。あ、中二病さん、コスモクと一緒にいたのか。まさかリリエだったとはな。リリエ知ってるの？お前の妹か？お前らが頼りねえから、コスモクもリリエも俺の怒りぶちまけ。何それ、八つ当たりじゃねえか。俺の左手がうずく。グラジオが勝負を仕掛けてきた。はい、ゴルバット、お前はあんまポケモンと仲良くねえな、ほんと。ユゲペリー、はい、雨降らし、あんべ、ここも水漏れ。雨漏りしてきた。雨漏り、はい、ネット。ゴルバット早い、アクロバット、シャキーン、痛い。お湯を喰らえ。結構強い。電光石火でやれるはず。いけ電光石火。よし、ふう、こういう時にね、いい。防御100、追い風。なんかね、あの息系の攻撃を跳ね返せそうな技だね。4ターンの間味方全員の素早さを上げる。まあ使えないことはないね。いらないけどねっていう。タイプヌルだ。まだヌルのままかい。
ットタイプヌルはヌルっていうぐらいだからタイプなし、ノーマル。ノーマル攻撃は鋼に弱い。硬いからあんまりダメージ与えられない。よし、でもこいつ岩がついててもおかしくなさそうな格好してるけどね。まあ放電くらえ。おお、さらに麻痺、超強い放電、しかも動けない。タイプヌルー、はい、さらに放電、倒せるか。あ、耐えた。かわいそう、いいとこなしだよ。多分お前だろこの中二病さんのメインポケモンは。左手がうずいている。雨が上がった。ニューラだ。悪かな。うん、このまんまでいいか。ネジ強えわ。おラスターガードン豪華軍閥じゃねえか。騙し討ち。おはい。めっちゃネジ強え。ビーム。超強い。グラジオとの勝負に勝った。なんでだよ。憎いやつだ。意味のない勝負、まあ意味のないことは分かってた。八つ当たりだもんな、明らかに。だが前にも言ったはずだ、コスモグはアローラに厄災を、あ、最悪だな、を招きかねない。取り戻さねばならない。この島の乗船所に来い。ついてくるか。あ、OKです。後ろの猿が見切れてんのかな。あい、すっごい見切れてんのかな。あ、振り向いた、振り向いただけだ。なんで振り向いたの。待った、グラジオ。ふっ、ハウも待つよな。来るよ、ハウが来る。あいつ面白いよな。島キングという偉大な祖父と向き合っている。俺にはできない。はっ、くじなしさん。スカルダンもポータウンで好き勝手してるだけならどうでもいいんだけどな。あんちゃん、おじさん、島キング、いきなりだな。島巡りチャンピオンになるための経験ってやるからよ。あ、結構ですって断れるんだ。いや、やろう。ま、軽くね。連戦だな、いきなり。おじさん座ってる。海岸、島キングの口なし。ヤミラミー、目を狙え。宝石っぽい。雨降らし、さっきまで春だったのに。熱湯、熱湯だ、熱湯。あれ、回復してる。猫魂、一旦無駄にされた。しかも急所。くらえ、熱湯。おろろろろろろ。あ、やけどだ。パワージェム。何それ、ガンダムに出てきそう。こっちが先っぽいね。熱湯、やっつけるよ。なななな。滝登り、滝登りかっこいいよね。これはあれだ、こいつのレゾンデーテルだから覚えておかないと。超音波いらねえ。恋の滝登り。まあ、金魚だけどね。ペルシアンだ。どっちだろう。こっちのペルシアンかな。ペルシアンは悪だった気がする。イケネジ。ああ、こっちの方だ。アローラの姿だ。丸いよ。丸い、超丸い。放電。猫魂。
お前ら全員まずは猫騙しから入るのかな。猫騙しで入りましょうって習ったのかな。放電。何？Z パワーだと？何の Z パワーだ？悪か。ペルシアンが放つ全力の Z 技、ブラックホールイクリプス。なんかすごい技きたー。お前はネオグランゾンか。ブラックホールクラフターです。うおー、やってくれるじゃねえか。放電をくらえ。ネジ超強い、ネジ超強い。おー、引っ込めた。ワルビル、威嚇はやめて。あ、いいわ、物理攻撃技なんかねえや。ネジ超強え。あ、せっかくだから最後はジュック君、君に決めた。ナイーブ、かっこよく決めるか。 Z パワー、これあんま効かないんだけどね。でもあえてかっこつけて倒してやるぜ。シャキーン、ゴースト技。ジュク、 Z パワーを身にまとった全力の Z 技、シャドウアローストライク。流れ星のように、タタタタタタタン、爆発スリュー。効果は今一つのようだ。やったぜ。ドゥーン、ひっ、悪い笑顔だ。悪い笑顔だ、やっぱり。まいったな。あいつらの屋敷に乗り込む度胸と強さの持ち主と分かっていたが、これほどとはね。ほら、お疲れさん、元気にしてやろう。持っていきな。あ、これもしかして大試練達成？あ、大試練達成した。悪タイプの Z パワーはこうしてこうすればいい。はっ。だっせ。うわ、ドン引きしてる。中二病さんがドン引きしてる。おめでとうよってやつだな。うらうら島での島巡り達成だよ。なんかあんだろ。まあほどほどにしときなよ。ブラジオのワンちゃん、強くなりたいならスカルダンを頼ってどうするよ。いやー、楽しいとか言ってられないんだぜ。俺が強ければ、お前戦いもしなかったろ。みんなを笑顔するために腹くくった。マラサダを立ちます。リリエはどこに連れてかれたの？ポータウンは違うっしょ？シュウヤいたんだし。甘い割には案外鋭いじゃないか。エーテルパラダイス。なんだって？早いな、もう着いたぜ。てか真っ黒なクルーザー。あ、スカルダンクルーザーも持ってんの。意外に資金力潤沢だな。エーテルパラダイス、船着き場までは無事来れたか。不穏な空気だ、お前ら気をつけろよ。なんでエーテルパラダイスなの？そうだ。うー、で、どうするの？聞くの？とりあえずエレベーターに向かおう。とりあえずって言ったよ、この人ノープランだよ。お前が言うなよ。気をつけろと、エレベーターホールに向かうろと。